皆さんこんにちは、プロレスのファイブザステージ主人公役の井野弘樹です。はい、前回を振り返ってですけども、本当に、全て音合わせカウント合わせという舞台は、大変っていうのは大変だったんですけど、その分、カンパニーが一つになって、いい作品になったんじゃないかなと思いますし、今回はそのうちの一つになってた、シュンリーさんがね、抜けてまた別の新しいキャストを迎えてということなので、またどんな作風になるのか、プロレスナー5の世界観を崩さないようどうやってみんなで、ね、遊びも入れつつ世界を再現できるのかで、今回は金城も出ると誠も出るということで、またお二方がどんなお芝居をしてという風になるのかぜひ楽しみにしてもらえればなと思います。あと前回2分しか出なかった小南が今回はきっといくたくさん出てくれると思うんで、小南ファンの皆さん前回はすみませんでした。でも大丈夫、今回は出ますんでぜひ劇場に、遊びに来ていただければなと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、お久しぶりです。北川雄介役の小南浩司です。ということで、ペルソナ5ザステージの続編の撮影です。そうですね、前回は猪野くんを筆頭に、猪野くん演じるジョーカー主人公を筆頭にですね、怪盗団が活躍してくださったので、今回からは、満を持しての、北川雄介登場ということでね、僕も胸心を踊らせて、舞台上では体も踊らせて、はい、うまいこと言いましたね。さあ、もう今からすごく、楽しみですのでね、皆様もぜひ楽しみにしていてください。それでは皆様劇場でお待ちしております。新島誠役の七木香音です。今日初めて完成しまして、本当にヘアメイクさんだったり衣装さんだったり、全てのスタッフさんのすごいこだわりがたくさん詰まったところに、とても今感動しております。本当に私自身も初演のメンバーさんと引き続き同じ舞台に立てることも皆さんにお届けできることもすごく楽しみにしております。ペルソナを愛してる皆様が、ゲームをプレイした時とかアニメを見た時とか、その時に感じたワクワク感だったりハラハラ感だったりを劇場でも感じていただけるように、精一杯誠さんを務めさせていただきますので、劇場でお会いできることをお祈りしております。ぜひ会いに来てください。さよなら。